広島新井貴浩がここまでやれる監督だと予想できたやつおるんか？いい時は良いが悪い時は本当に悪くなるタイプでしょ。最下位になった時に新井が悪いって言いたいやつはいるはず。阿部も似たようなスレで挙げられてたな。いくら結果が全ての監督用とはいえ、どこのファンもすごい手のひら返しばかり。見てる方は全然おもんないけどな。勝っても負けてもまあストレスが溜まる。外人スカウトが白人野手至上主義だからな。エルドレッドがここまで無能だとは思わんかったわ。西武と比べても多分カープの方が戦力的にひどいと思う。それでもここまで行くとは思わなかったわ。ファンからは不評で他ファンからは評価が高い謎の存在。なお2割も打てない堂林を未だに3番で使う模様。松山は他球団からしたら怖いはず。これだけで無能なのはわかるよね。そういえば尾形の時はコーチなんて信用できないから自分で全部サイン出すわで連覇だったな。新井も良いけど、ヘッドコーチの藤井も相当な切れ者やろ。正直去年の2位が超上振れだと思ってたから今年もやれてんの普通にすごいと思う。優勝か CS 勝って日本一になってから言ってもろて。ただのモチベーターってよく言われてるけどモチベーションとかメンタルってスポーツでめちゃくちゃ重要な要素よな。家族とかいう気持ち悪いワード以外よくやってる。この時期まで優勝争いしてるなんて夢にも思わなかった。無能とは言わんしようやっとると思うけど、上で采配するからそこだけはちょっと。選手に寄り添えるタイプの監督よな。ご視聴ありがとうございました。